長原くん、入れ墨はどうなの？あ、入れ墨はかなり消えて。だいぶ消えてきたね。うわ、ほんとだ。今日もさ、ここなんかもう、ビリビリなんか剥がれてるよね。剥がれて、剥がれて、剥がれまくって。して。この辺とかも。すげえ。浮いてきてるもんね。確かに。ここら辺とかもないですね。すごいね。いやー、そうです。ありがとうな。注射とかさ、痛みにめちゃめちゃ弱くてさ、野原くんが。そうですね、あの、なんか切ったりとか、あの、ジンっていうドラマわかりますか、ジン。なんかそれで手術シーンみたいなのがあるんですけど、うん、それとかなんかもう、見るだけでなんか寒気がして、なんか、すいません、切ったりするのはもう、えぐいですね、ちょっと。なるほど、それを見て、そっから？そっからですね。やばいからね、もう注射の時のビビりをやばいよ、本当に。いや、やばいです。注射だけで、注射だけで、注射しかしてないよ。注射大丈夫か？ちょっと、そうですね、やばかった。泣いた、はい、ギャン泣きだったであのブレイキングダウンの試合の2週間前かなぐらいにメディカルチェックあったんですけど、まあ2人で行ったんですけど、信原くんの注射に1時間ぐらいかかったんですよ。嘘でしょ。採血。嘘でしょ。いや、そう、本当になんか注射は打つ瞬間がもう嫌すぎて、なんかもう見えるし、でも 見るなって言われてもなんか見てしまうと。確かに確かに。だって最後看護師さん6人ぐらいでもうなんか大丈夫だよとか言いながらもう押さえつけてみたいな。殴られるのは怖くない？殴られるのは怖くなそうだよね。全然。なんかドンっていう衝撃だけなんで、切られたりとかチクってなんかもうこの表面的なものはいいんですけど、刺されたりとか切られたりとか。いや、嫌なの。マジでわかんない。そうだから入れずに消すときにさ、俺もなんかたまについてってるんだけどさ、もう本当に進まないの全然で先生がもうこれラチ開かないから全身麻酔で寝かせようってなって全身麻酔だったんだよね。前です。全身麻酔やばかったですね。ちょっと眠ってる時記憶が完全に飛びました。で記憶が飛んでる時に野原くんの大好きな女の子の名前を叫ぶそれちょっとそれピーよ。恥ずかしすぎてこの前それこそ言われたんです。なんか名前言っとったみたいな。麻酔的に言ってて誰々ちゃんって誰って先生から聞かれて気まずすぎましたね。ちょっとすごいよね、うん、愛が強いですね。顔赤くね、野原くん。もう出ないのに確かに真っ赤になってるじゃあ乾杯してください。乾杯しましょうか。ダメじゃん、ダメじゃん、ダメじゃん。え、それ絶対こぼれるよね、でも。あれ。いや、でもすぐだとこぼれないです。あ、そうなの、はい。でもうまそうです。うまさ倍増しますね。すみません、本当に。じゃあ乾杯してください。お疲れ様です。お疲れ様です。乾杯。いただきます。